グラブリーヌはフランス、オードフランス地域圏、ノール圏のコミューン。グラブリーヌは北海沿いの海側フランドルの古来からの戦略的要所に位置し、アルトワの入り口であるアーカワ加工を含む TGV というロスターを利用して A2 海峡トンネルへ行ける。高速道路は A16 と A25。1040年にグレイブニンガとして名前が記されている。 ゲルマン語の設備ジイングは、通常は人名につけられ、しばしば北の地名に現れる。アルベールドーザとシャルルロステンは、古いゲルマン語グラインであるとする。この名は、シホンコーデックスプリンスピスオリムロリシェイメンシスバティ、ディプロマティカスにて見つかっている。他の説では、説得力がないが、オランダ語で彫ることを意味する、グレイ文ンが加わっているとする。 1641年に描かれたグラブリーヌ・アルマダの敗戦、フィリップ・ジェームズ・ド・ローター・ブング、1796年、グラブリーヌ要塞やとローマ征服時代、モリニ族の領域は、現在のグラブリーヌの一部であり、水が土地を侵食していた。グラブリーヌの真の歴史が始まるのは800年代、ブルートランドが干拓されて以後、アングロサクソン人司教が、聖、ウィリブロルドに捧げた。 礼拝堂を建てた頃である。12世紀半ば、フランドルハクティエリー・ダルザスは、海に面した地域に領土を広げることにした。彼は、アーカワの駆使策をして、開港を建設した。住民は住居として用いる豪険な砦を建設した。1159年から1163年までの間に町は、ニーブ・ポールとの名を授けられ、これが、グラブリーヌとなった。 二芯漁の町、果物、ワイン、塩の中継港として、グラブリーヌは最上の土地と繁栄を得ていた。周辺の土地は干拓され、文化と繁栄が広まった。サントメール商人が商売を維持し、新たな都市は海岸沿いの重要な都市となった。都市は貿易や漁業で繁栄していたが、すぐにそれは歴史の苦悩に直面した。軍事的、政治的理由から、 グラブリーヌは何度も攻撃され破壊されたからである。13世紀から都市経済が下降した。アーカは川口に泥が沈殿して港に接続できなくなった。フィリップ2世とフィリップ4世の遠征軍がグラブリーヌへ侵攻し略奪が行われるたび、グラブリーヌは復興した。1213年、フランスとの同盟を破棄したフランドル博を懲らしめるため、フランス軍は グラブリーヌを荒らした。1302年、ウダール・モービュイッソンがグラブリーヌを再び荒らし、カレー落後の1383年には、イングランド軍が町を襲撃した。アーカは川口にあるグラブリーヌは、カレーシス地方とフランドル地方の間にある国境の町だった。戦略的要所であるとみなし最初に防衛強化を行ったのは、ブルゴーニュ港である。 神聖ローマ皇帝カール5世は、グラブリーヌの城を再建し、砦の膨大な事業を開始した。後継者であるフェリッペ2世は、父の事業を引き続き行い、自らの名を冠した砦を、砂丘の上に築いた。1588年、イングランド艦隊がグラブリーヌ沖合において、アルマダ艦隊を沈めた。1644年、ルイ13世の王帝ガストンが、 グラブリーヌを包囲し、陥落させた。1652年、オーストリア大公レオポルトが要塞を包囲した。1654年、グラブリーヌ城内の火薬庫爆発によって、民家の3、4が破壊された。1658年、フランス元水、ラフェルテとボーバンが、グラブリーヌを最終的に陥落させた。1659年、ピレネー条約によって、 正式に、グラブリーヌは、フランス領となった。しかし、国境の町で亡くなったことで要塞の重要性が、失われた。20世紀初頭まで、グラブリーヌには、駐屯地が置かれた。19世紀、グラブリーヌは、地元の漁業資源の先細りに直面していた。日清、たら、サバの3種類が高い格付けがなされていたが、 イギリス沿岸でこの3種類が好まれなくなっていったのである。多くの漁師が不況に苦しんだ。場外にある集落はアイスランド沖での漁業で成長していった。そんな集落の一つ、グランフォール・フィリップは1884年にコミューンとなった。1827年に建設された首労はベルギーとフランスの首労軍の一つとして2005年に ユネスコの世界遺産に登録された。現在のグラブリーヌは、長い間国品の街として知られていた姿でない。欧州最大の原子力発電所である、グラブリーヌ原子力発電所が設置され、フランス電力が支払う、事業税のため、コミューンの表情を完全に一変させた。300以上の会社が、グラブリーヌにある。クスヨネアエタマラジェクでノムズでローイエヌフランス。 エディス・ウィオン・ラ・ルース1968-5マーチン・バロスニコール・サラット・イティエディ・サーモント・ボバン・エルインテリジェンス・ジュ・テディ・トワーアディションスニコラス・ショーダン・イ・サービス・イ・ストリック・デ・エル・アームパリ -2006 プレファス・デジーン・ヌベル 175P ISBN2-350390284P166 ありがとうございます